ちゃこんにちは。さあ、豊さん、前回の、はい、原監督の、まあ、奇襲、うんね、ありましたね。あの、はい、年交代2-2からのあの動画がすごく好評だったので第2弾。本当かお前、はい、いや、やっぱりね、いるんですよ、ファンの。マニアックな人がね。マニアックな人、そういうマニアックな目線を見たいと、はいはい、いうことで、さあ今日も豊さんのマニアックな目線。マニアックな目線っていうよりも、はい、もうひっくり返って、うん、笑っていいのか怒っていいのか、うん、はたまたこの気持ちをどこに持っていっていいのかっていうのが、はい、そういうプレーがあったの。お、それこれはね、はい、ファンもがっかりしたと思うよ。はい、喜んだのは中日ファンだけ。お、で、がっかりしたのは？がっかりしたのは、どこファンですか？広島ファン。はい、9回、うん、まあ、ツーアウト1、2塁、はい、で、3点を追ってたんだよ。はい、ね、まあ、一発出たら同点じゃない。9回、3対2。いやいや、だから 3点差だから。そっかそっかそっか、ホームラン出たら。そうですよね。そうでしょ、はい、で満塁になってホームラン出たら逆転サヨナラじゃない。はい、そんでセカンドランナー松山、はい、バッター小園、はい、ね、小園頑張ってるよそうですね、一時期小園おじさんだったんですよね、うん、そう今でもそうだよ。あ、まだ小園おじさん、うん、小園頑張ってほしいですね。こういう場面ですね。こうなってた、うん、ね、はい、わかる、はい、わかるな。わかります、はい、うん、ということは、はい、1、2塁で3点差っていうことは、うん、外野手っていうのは、うん、だいたい定位置、はい、もしくはちょっと深めかなという、うん、ね、で、レフトに根尾、はい、これを考えたときに、はい、ね、うん、まあ、ワンヒット、うん、小園がレフト前に打つ、はい、松山、うん、決して足が速くはない、うん、そうですね。カーンって回しちゃった。回したんですか、うん、はい、まあ、ネオも、まあ、チャージはかけるよね、はい、で、ネオの肩って、うん、あれ高校の時150キロぐらい投げてたんだよね。あ、で、ものすごい強肩なんだよ。はい、で、補殺を結構してるんだよね。はい、まあ、だいたい2メートルぐらい手前でアウト。ゲームセット終わり、終了、終了。2メートルも手前で、うん、まずこれ2アウトですよね。2アウト、まあ打った瞬間にゴーなんだけど、はい、3点差ということを考えると、はい、やっぱね、あ、どうかなっていうのは絶対自重なんだよ。で、100% セーフになるっていうのは回すよ、もちろん、はい、だけど、あ、どうかなって思ったら回さないよね、はい、で、ましてやそのネオって肩が強い、はい、そういうことを考えたらサードコーチはストップかける、はい、で回しちゃったの。これちょっと今映像見ましたけど、回したコーチのコメントが、はい、私の責任です、はい、もうその通りその通りです、もう何の文句もない、あなたの責任ですって言いたくなった。まずここはそのまず二塁が松山選手、うん、例えば足の速いかなりダイソー出てる選手であれば可能性としてもあっても止めてもいい場面だよ。だってここで1点取ったってしょうがないもん。溜めた方がいいですよね。だから溜めた方がいい、プレッシャーにもなるしね。で、さらにネオ選手かなりチャージかけてきてたので、うん、まあ、チャージは普通にかけるよね、はい、ヒットだから、はい、で、チャージをかけたら、まあ、普通にバックホームするよ、はい、だから肩がいいしコントロールがいいじゃない、はい、2メートル半、まあ、大げさに言ったら3メートル前だと。こんなタイミングで回したらやっぱファンはやっぱがっかりする。そうですよね、うん、ファンの方が知ってる、止めろー言ってあーみたいな。そうですよね、うん、だってここで1点取ったって勝てるわけじゃないし同点になるわけじゃないんだから、まあ、3点差ですもんね、うん、だから余計だよね。そうですよね。マシでは小園の後打つバッター満塁ホームラン打ったら逆転サヨナラだから。いや、そうですよね、うん、どうしちゃったんでしょうか。いや、だから魔が差すっていうことはあるんだろうけども、はい、やっぱり自分でやっぱりこう言い聞かせとかないとね、うん、こういう場合って例えば松山先生走っててやっぱり自分はこれいけないだろうと思っても三塁コーチャーが回してればもうまあ行くよね。いや、そこはもう行くんですね。行くしかないというか。まあいいや、はい、この悪い話はね。だからまあこういう野球をやってたら、はいはい、勝てませんよという、いつまでたってもね、広島は。
でちょっと今悪い例でしたけども、うん、悪い例だけどね、素晴らしいプレーもね、はい、もう隠されてるんだよ、はい、だすごいと思ったのが、はい、6月26日、はい、日本ハムロッテ戦か、はい、うんうん、まあ5位6位の戦いだ、はい、ね、うん、誰も見ちゃくない、そんなことない、そんなことない、見ますよ、ましてや草薙でやってるから あれどこでやってんだろうみたいな、ここどこだと、そこに解説行ったの、あ、ゆたさん行ったんですね、行ったあ、ゆたさん見てたじゃないですか、見てた、一応試合でも面白い、でもね、素晴らしいプレーがあったんだよ、どんな走塁で、はい、荻野、お、スペシャリストです ね、うん、荻野がサードランナー、はい、で、バッター中村、はい、ワンアウト一三塁、ここで、うん、まあ、ここに角中かな、うんうんうん、一塁ランナーね、はい、いるんだ、はい、ね、でここは万波センター、こういうシチュエーションなんだよ、はい、で中村が犠牲フライを打つ、はい、でピッチャーは上沢、はい、ね、やっぱ相手ピッチャーはエースだわ、はい、でなかなか点は取れない、うん、でここが定位置だとしたら、はい、フライ打ち上げたのがここの小フライだったんだよ、おお、で小フライっていうことは、はい、万波が全力で追ってこなきゃいけないんだよ、はい、突っ込んできますね、突っ込んでくるんだよ、はい、ね、これじゃ相当浅いんだよ、はい、荻野は普通のランナーだったらハーフウェイつって落ちたらスタート、取ったら戻るっていうスタイルを取るのに、はい、荻野はこっから離れなかったんだよ、ほ、それなんでか分かる、いやちょっと分からないです、万波が全力で追ってくる、はい、全力で追ってきて、うん、荻野は取れる打球だって思ったんだろうね、はい、俺がセンターだったらあの打球は取るって、はい、でも取った体勢が悪くなるっていうんで、うん、ここから離れないわけよ、そこまで見越してるんですね、見越してるんだ、はい、仮にショートバウンドで取ったとしても、はい、体勢が崩れてる、はい、なぜかというとこっちがライト寄りに振られるっていうことは、うん、体勢がこう体が開いてる状態だから、やっぱ一回入れないとホーム側に、はい、強い球が投げれないっていうことも荻野は知ってるんだよ、逆にこっちだったら俺ハーフウェイ行ったと思う、あ、なんでかというと取ってから肩が入ってくるから強い球が来れるから、はい、でも万波っていうのは肩めちゃくちゃ強いし足めちゃくちゃ速いんだよ、はい、身体能力のお化けって言われてるぐらいの選手なんだよ、はい、それをここで取ったやつをタッチアップした、はい、で万波案の定、うん、ボールがそれると思ってたもんだな荻野は、はい、うん、もうどこに投げてんのって放送席に飛んでくるみたいな、そんなバックネットにガシャーンって、えっ、ホームに投げた球ですか、うん、そこまでじゃあ見越し、いろんなことを見越して、見越してるんだ、足離さなかったってことですか、そう、あとは若いプレイヤーだっていうことだろうな、それで荻野がやっぱ外野手だっていうことだ、やっぱ外野手の取ってからの、はい、その送球、うん、どれだけ難しいかっていうことをよく荻野は知ってるんだ、これ選手は足離さなかったですけれども10人中何人の選手が足離す、10人中8人は離すだろうな、あ、そうなんですね、ほぼほぼもうほぼほぼ、まあ、先ほど言った、はい、松山だったらハーフウェイ、ハーフウェイ、やっぱり総力ということをいろいろ自分の能力とか考えたら、はい、多分ハーフウェイでいく、角中一塁ランナーの角中もハーフウェイだよ、ね、荻野、はい、だからできたプレーだよ、すごい、だこういうところをちょっと見てほしいなと思うんだよね、あの普通に見てるだけだったら、あた、あの帰ってきたんだ、うん、タッチアップであれで帰ってくるか、うん、あれでタッチアップしてるけど大丈夫かとか俺はなんか放送席で思ったんだけど、はい、タッチアップが離れないんだよ、そう、本当俺コーチャーだったら、はい、普通のランナーだったらハフェって声かけてる、この時どうだったんですかね、いや荻野に任せてたんだよ、いやもうこれはサードコーチャーの判断難しいもん、固まるやつがいるから、コーチでも、うん、あ、そうなんですね、俺だったらハーフウェイって言ったの、言ったと思う、うん、でも大きいのはもうタッチアップから離れないから、はい、行くぞ大きいのって声かけてるはず、そうなんですね、でも大きいのの判断だから俺はできたというね、外野手でいろんなことを考えて踏まえて、うん、そして肩どうやって投げるかまで、うん、だからこそのプレーだ、そうそう、いうことで、それと、はい、放送を見てて、はい、皆さんに言いたいのは、うん、談話があるでしょ、いろんな、うん、はい、あれをよく聞いといてくれって、はい、そこでチームが強いか弱いかっていうのを分かるコメントが
どこですか。宇和さんがこういうコメント出したんだよ、はい、3点取られたのかな、3点取られて申し訳ないと、うん、であもうちょっと長く投げたかったんだけどって、でチームは負けたんだよ、うん、でも最低限の仕事はできたかなというふうに思います。ね、ロッテに対して6連敗中だったんだよ自身、はい、ロッテは苦手としてるんだよ噂せ、うん、でも6回クオリティスタートの意味なんだろうね、3点以内で抑えたから、ね、最低の仕事はできたと思います。もうねエースがこの考えじゃねやっぱ勝てない。ダメですか。ダメだよやっぱりね、うん、クオリティスタートっていうのはアメリカの言葉で、うん、アメリカってさ中4日で投げてるから6回を3点っていう風に、はい、ね、俺は思うよ、うん、でも1週間に1回しか投げないでさ、ましてやエースが負けてる段階で降りて最低の仕事はできたと思います。この考え方じゃいくら経っても浮上しない。だから今あの位置にやっぱり俺はいると思う。だからそのコメントを見た時に俺はムカッときた、うん、お前エースだろって、はい、エースは相手より、ね、点を与えちゃいけないのがエースなんだって、うん、だから噂はお前能力が高いんだからもっと頑張れよって思ったけど、はい、でも考え方って人の考え方ってなかなか変えられないじゃない、はい、でもその意識を変えることによってチームは強くなるから、うん、噂は能力があるよ、本当に高いピッチャーだと思うし、はい、いいピッチャーだと思うよ、うん、だからその考え方っていうのを変えることだけで俺は全然変わってくると思う。意識変えですね、うんうん、何気なくアナウンサーが、はい、談話ということでコメント出してくるけど、はい、でもそこにもちょっと隠されてたそのチーム事情だとかさ、はい、その選手の考え方だとかさ、うん、が出てくるから、はい、まあ、聞いておくのも面白いと。そうですね、まあ、素晴らしいプレーも見るのも大切だし、うん、はい、ね、そういうコメントを拾うっていうのも、うん、あの大切なことだと思う。お、今日はいろんなポイントを教えていただきました、うん、俺はねムカッときたから、そのクオリティスタート最低限の仕事負けてんじゃねえかって最低の仕事は何点取られてもいいから勝つことなんだよ。そう、それが最低限の仕事ですよね。そう、10点取られて11対10、うん、で勝ち投手、うん、で最低だったけど勝てました、うん、このコメントの方がいいわ。そうです。